真夜中の教育学部の学部棟の屋上で妖精と出会ったその次の日だ僕は昼間にその学部棟の下に立って空を見上げていた昨日の夜あの空中にこの世のものではないものが浮かんでいたのだ人の体の継ぎはぎでできたような不気味な何かが大きくなったり小さくなったりしながらあそこにゾワッと首筋が寒くなる これまでに望まなくとも見てしまった幽霊たち。か不足くはかないそれらとは異質な悪意を持った存在だった。あれは。言われるままに目を閉じ、次に目を開いたときには、それも彼女も消えたようにいなくなっていた。あれは一体何だったのか。考えても答えは出ない。僕はため息をついて立ち去ろうとした。その時、 すぐ近くで学生たちが騒いでいるのが目に入ったこれ見てそう言って芝生を指さしている学部堂のすぐ下だ僕も近くに寄ってみると血の跡のようなものが芝生についていたバレーボールくらいの大きさだ何これ血肝 そう言って笑ってて笑から彼らは去っっていった彼らが学部棟に入っていくのを見届けてから僕はその芝生の前に医者が見込んだ教育学部の学生が今気づいたということはこの血の跡のようなものは新しくついたものだ例えば昨日の夜にそっと触ると芝からパラパラと赤黒い粉が落ちた 僕はしゃがんだまま学部棟の屋上を見上げた昨日僕はあそこにいた何か不吉な不合を感じて僕は身震いをしたそして視界の端に黒いものの影を見たまたあれだ立ち上がってそちらを見るともう何もいない何なのだ僕は苛立って芝生を強く踏みしめた さらにその次の日、僕は学食でトレイを持ってうろうろしていた。いつもながらにやけに混んでいて嫌になる。ずっとこんな調子ではないと信じたい。まだ学食以外の昼食場所を見つけていない新入生が多いせいなのだろう。そしてきっと一部の学生はだんだん授業に出なくなり、ここも空いている日が来る。きっとそうだ。 まさか自分が授業に出なくなる側になるとは思っていなかった僕はまだ見ぬ未来に希望を抱きながら空いている席を探していたすると食事中の人々の中に見知った顔を発見した妖精だ妖精が黒いドクロのスカジャンを着てカレーを食べている僕はその前の席が空いているのを見て急いで近寄ってトレイを下ろした おとといは、どうも。妖精はカレーを食べながら文庫本を読んでいた。その本から視線を外してちらりとこちらを見る。どこかで見たような幽霊だな。幽霊じゃないですよ。僕です。ほら、夜に教育学部の学部棟で。わかってる。彼女は文庫本を置いた。 新潮文庫のハムレットだったどうして逃げたんですか逃げた僕を置いて逃げたじゃないですかそりゃ彼女は鼻で笑うような仕草の後水を飲んでから言った悪かったなあれは何なんですかお化けだよお化け あんなのが大学にいておかしいじゃないですか。しげしげと彼女は僕の顔を見た。お前、何をそんなに苛立ってんだ。い、苛立ってなんか。お前さ、一昨日の夜、なんで大学に来てたんだ。それは、見に来てたんだろう例の黒いお化けを。 あの逃げるやつ図星だった見たいのか見たくないのかどっちなんだよ僕は確信をつかれてハッとしたずっと抱いていた葛藤を見透かされたのだ目を閉じないで揺られと記憶の彼方でそんな言葉が揺れる僕は言葉を絞り出した あの、影みたいなのは何なんですかさあな、彼女ははぐらかすように笑う。代わりに教えてやろうか。代わりって何ですかあの黒いやつを見る方法を。そんな、どうやって。ちょっと待て。 彼女は残ったカレーにスプーンを突っ込み、片付けた。ティッシュで口を拭いてから僕に向き直る。あれはな、自分の背中みたいなもんだ。見ようとしてもその動きに反応して回り込んで逃げちまう。見ようとするその意識を読まれるんだよ。彼女はそう言って自分の背中を見ようとするように、くるくると首をめぐらせた。そんなもの、どうやって見るんですか 見ようとしなければいい全問どうですか簡単なことだよ電話してる時に手元にペンと紙があったらついつい落書きしちゃうことあるだろう無意識に何を書いたか自分でも見返すまで分からなかったりするもちろん実際には完全な無意識じゃない意識の優先度が低いってことだそんなふうに意識の階層化を図ればいい 回想かこうやって本を読みながらカレーを食うだろう彼女はハムレットの文庫本を開いた「これ以上天と地の間にはお前の哲学などには思いもよらぬ出来事があるのだ」ってなその分カレーはほとんど無意識に食ってるでもこれくらいじゃまだ足りない 服にカレーがつかないように多少の意識は振り分けられている。そこで本の文字を目で追いながら私はさらに頭の中でポアンカレー予想のことを考える。位相幾何学とケーニヒス・ベルクの七つの端の問題を考える。そうするとどうなると思う見事カレーが服についていると、こういうわけだ。 そう言って彼女は大げさにスカジャンの胸元を拭ぐうまねをしたあとはお前次第だじゃあなちょちょっと待ってください私はしばらくの間夜に大学の校内をうろついてるよまた会うにはどうしたらいいか聞こうとしたその先回りをされていたお前一世うどんとか好きなのか そう言って妖精は僕のトレイを指さして笑った器の中で大盛りのうどんが汁を吸ってすっかりふやけていた彼女は黒い帽子をかぶり席を立った去っていくその後ろ姿を見ながら僕は彼女と少し打ち解けた会話ができたことに不思議な喜びを抱いていたそれから三日後 僕は夜の大学校内を歩いていた暗すぎてもダメだ街灯がついている場所を中心に練り歩く心は穏やかだった練習をしてきたからだ歩きながら心の中では繰り返し演習率を暗唱していた60桁までしか覚えていなかったのを100桁まで覚え直してこの日に備えたのだ 3.1415926535897932体の中を数字のリズムで満たして歩くそしてそのリズムが半ば無意識に生まれていく中で僕はルパン三世カリオストロの城の名場面を頭の中で再生する例えばルパンと次元のスパゲッティバトルのやりとりをあの映画は死ぬほど見た だが頭の中では無声映画だ。円周率がバックグラウンドで続いていた音を重ねるのは難しいだが映像の再現は可能だった伯爵の犬を見送った後、二2人がミートボールスパゲティを取り合い次元が見事に大半を巻き取ってしまうそんなシーンを歩きながらでもここまでは割と簡単だ 僕はもう一段階深層意識を掘り下げた円周率とカリオストロそれと重なりながら重ならないさらに下で僕は小学校の頃田舎の親戚のうちで過ごした夏を思い出していた先生との日々のことを今僕がこうしてわけのわからないことをしているその呪いを生み出した日々をだ音と映像と記憶の中の思いと それらを一つの体の中に再生しながら僕を歩いていた。街灯に照らされる正教の白い建物のそばで黒い何かが視界の端に入っていることももうわかっている。それが視界に入ったら近づく。意識はしない。ただ、初めからそう決めていたからルールに従って足が自然に動く。頭の中は音と映像と思い出でいっぱいだ。 3.14159265358979ルパンが花を差し出す黒いものは逃げない足が勝手に動く意識はしない先生僕はそれが今目の前にいる 静かに呼吸をしながら僕は表情を変えずにその黒いものの前に立っていた。後ろには正教の建物の壁。僕は視界に入ったもののことを考えない。頭の中の三重層は続いている。ただ、そこにある。黒いものは平面だった。黒い影の中に顔のような絵が見える。まるで交通安全のために 道端に置かれている板でできた男の子のようだそれがノイズのようなブブブというブレを伴いながら僕の前に立っているその古いブラウン管テレビのようなブレが収まっていき厚みのない平面上の顔がだんだんとはっきりしてくる僕はそれをただ突っ立って無関心に見ている夜のキャンパスで 得体の知れないものと向かい合って意識の深層化の深度が僕の危機意識を奪っていたブブ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 黒いものが小刻みに揺れながらその絵でできた顔を明かそうとしている不意にどこからかともなく声が聞こえた「お前 影みたいなのって言ったな。その通りだよ。妖精。彼女の声だ。影は光源と対象物の延長線上にできる。自分の影を見つめているとき光源はどこにある。その言葉を聞いた瞬間、僕の心に恐怖心が突然蘇った。 抑え込まれていた冷たい汗が額にどっと湧き出る。ど、ドどドド。心臓が激しく脈打ち始める。正面にはうっすらと顔のようなものが見えている。黒い板の中のブラウン管の歪む操作線の奥に僕に似た顔が。僕は自分の真後ろに 背中の向こうに何かがいるのを感じているそれもすぐそばにそれと僕の延長線上に影を作っているその本体が後ろにいるもう意識の階層かなんて吹っ飛んでいるなのに面前の黒いものは逃げない僕に対する慈悲に似た悪意が滲み出ていた やばい。それでも足が動かなかったが「けー。突然甲高い悲鳴のような音がしたその瞬間僕の金縛りは溶けたバンッと溶けるように背後の気配と目の前の黒いものが消え失せたうわっ僕は飛び上がって思わず横に倒れ込んだ 仰向けになって上半身を起こした僕の前に白い仮面をつけた人間が立って僕を見下ろしている数日前に屋上で見た仮面だ街灯の淡い明かりに浮かび上がるその仮面は能面の姫の面だった彼女は冷たく青ざめたその面を取ったおお、やってるやってると思って遠くからじっと見てたんだけど 本当にあいつを捕まえるとは思わなかった。妖精が左手で姫の面を顔の横に掲げたまま言う。前にお前みたいな奴が一番危ないって言ったけど、これで分かったろ。興味本位で追ってくると恐ろしいことになる。普段は害がなくても突然変貌する奴もいるんだ。そ、その仮面は、 僕はへたた。り込んだまま指差したこれ霊剣新たかな由緒正しい呪いの面だや持ち主が次々死んだっていういわくつきのあっけらかんとそんなことを言うもっとやばいたたり神級の面も持ってんだけどよっぽどのやつじゃない限りこれで十分だろうあの悲鳴は遠鏡だよ この面はあれで呪いをかけるんだ取り返したんですかあああの時か高鬼のやつに不意打ちで取られたから焦ったよ。でも取り返して次の日にやっつけてやった彼女の口から聞く言葉は信じられないことばかりだけれど僕はなぜかそれらがすんなりと胸に落ちていくのだった この人は僕の抱えている葛藤を乗り越えた場所にいるのだいやもしかして初めからそんな普通の人間などとは別の場所に生まれた存在なのかもしれないでもまあお前案外面白いやつだな気に入ったよカンフーの師匠がわけのわからない特訓を言いつけても文句言いながら真面目にやるタイプだなバカにしたような苦笑だったが キャンパスで初めて会った時のようなつっけんどな態度ではなかった仲間として認めてくれたようなそんな気がした「あなたは誰にも見えない不思議なものを見るのよこれからもずっとそれはきっとあなたの人生を惑わせるそれでもどうか目を閉じないで優しく儚かない声が深層意識の奥底から再生される」 僕を縛りつけてきた呪いが呪いではなくなる日が来るのだろうかこの人についていけば僕もこの世のものではない何かに目を閉じないで暮らすそんな生き方ができるでしょうか気がつくとそんな言葉が口から流れ出ていた地面にへたり込んだままの僕に彼女は「ふーん」と小首をかしげた そして、to be or not to be, 誰 's g u e s i n そんなことを言って僕に右手を差し出した。決めるのはお前だろ。僕は差し出されたその手を握った。力強い握手だった。そのままぐいっと引き起こされる。立ち上がった僕は握ったままの手を離さず、 彼女を見つめるじわりと寒気がした今聞いた言葉に覚えた違和感が時間差でやってきた To be or not to beThat is the question なすべきかなさざるべきかそれが問題だ彼女が先日聖教の食堂で読んでいたハムレットの名ゼリフだ それをそらんじたのだと思った。けれど、僕の耳は確かに違和感を察知していた。妙に発音が変だと思った箇所があったのだ。その言葉の意味が分かった瞬間に、違和感は寒気のする畏フに変わった。テーベイ、オアノットテーベイ、ザットイズザクエスチョン。彼女はそう言ったのだ。 僕は握った手のひらに汗をかいている「定米」「結核の隠語」「なぜそれを」目の前の彼女は自分のしたいたずらを確かめるようなそんな笑顔を僕に向けている目を閉じないで声が聞こえた気がした けれどそれは階層化された真相意識の彼方にたゆたう幻のはずだった。浦井香菜子だ。彼女は手を握ったままそう言った。僕も彼女に対する威符を抱いたまま名前を名乗った。その時僕の大学生活の道筋が決まったのだ。いや、控えめに言って人生のそれが。 彼女の手は暖かく手のひら越しに鼓動が聞こえた気がしたその握手の暖かさを僕はそれからずっと覚えている気がつくと雨が降っていた霧雨のような細い雨が夜のキャンバスにだがそれは僕らだけが見ている幻だった僕は暗い空を見上げて目を細める この雨は夢の中にあるまた降ってますねすぐにやむよ彼女の連れてきた不思議な世界に僕は立っているおらろ突然彼女の手の中で面が二つに割れて地面に落ちた握手をしたまま僕らは見つめ合う さっきの黒いやつよっぽどのやつだったらしいこわばった顔でそう言った危なかったなな何ですかそれしばらく顔を見合わせた後で僕らは大きな声で笑った